僕、実力派声優って書きました。もう本当に今回やっぱり慣れないことですし、余裕がなくて、楽しかったんですよ、現場は。けどもやっぱプレッシャーもあるというか、なんか純粋に楽しんでいけなくって、その時に本当に皆さんみたいな能力をお金で譲ってもらえないかなと思うぐらい本当に欲しくて、本当に1日だけ貸してくださいと思うぐらい。もいや、だからこそ一緒にね、今回多分一人う一で人でや一り緒まに、したね。そうだからみんなで一緒に撮ったら多分お互いをこう引っ張り合って相乗効果でっていうのがあると思うんで、もうバブル2をぜひね 待っている感じですね。やっぱりこう志尊さん、普段ね俳優としてやられてますけれども、声優さんのまたそのこうノウハウとは違うものなんですね。そもそもそのノウハウが何かっていうのも分からないんですよ。でやっぱり多分こうやってこういう機会でお話しさせていただくと、やっぱもう考え方であったりとか、その物事の捉え方が全く違くって、本当にすごいなっていう、そんな細部までディテールまでこだわって声を出しているのかって思うと、なんかなおさら肩身が狭くって、素晴らってし思かっいたまでしすけた。どね。実力派声優の皆さんから今一心に一線がね注がれてましたけれども、手を振るだけで大丈夫です。後ろ気になると。